差し。はい、もし何らかの矜持が起こるとすれば、必ずその兆しがあるはずです。まさか全軍に通達、前線を巨神腕部まで後退させる。各部隊急ぎ戦線から離脱せよ。なんと仰せになられました。今が勝機です。ここは一気加勢に攻め込むべきです。殿下、我々が今いる場所はどこか。は、ここは鬼神の剣の上なのだぞ。し、静まれじゃも、静まるのじゃも。始まったというのか。メリア、無事でいてくれ。全軍撤退だ。急げ、鬼神が目覚めるぞ。小僧、しくじりやがったか。これは、俺たち宙に浮いている。フィオル、これは君が。メイナス様、お目覚めになられたのですね。この光、もしかして要塞から落ちた僕たちを救ってくれたのも君、いや、あなたが。フィオルは大丈夫、私もいるわ。あなた方を守ってほしいというホムスの青年の叫びが、要塞の戦いで疲弊していた私の魂を呼び覚ましてくれたのです。ガド、彼が盾になってくれなければあなた方を救えなかった。すみません。そうか、俺たちはガドに。畜生、鬼神は、エギルは。シルクよ、聞こえるか。鬼神の目覚めの音が、これこそが我の悲願。幾千年にわたる同族の怨嗟の声だ。鬼神の腕が、間に合ったようだな。アルビンス、マシーナの飛行機械、ジャンクスの上さ。その人が、あなた方が危ないって教えてくれたのよ。よかったわ、間に合って。君は、よう、しぶてえな。生きてたかよ、ディクソン。エギルは止められなかったのね。父様、
すみません、私の力が足りなかった。バネア、あなたが謝ることではないわ。しかしどうするよ。このままだとエギルの野郎が確実に俺たちの巨神界をぶっ壊そうとするぜ。アルビス、連合軍の人たちは？カリアン殿下には鬼神が動き出す可能性があることは伝えてきた。賢明な殿下のことだ。被害は最小限に抑えてくれているはずだけど。そうか。兄様、まだ間に合います。フィオル、いや違うのか。そういうことか。鬼神は私と一体となるべき存在。それをエギルは巨神から吸い出したエーテルエネルギーで無理やり動かそうとしています。エーテルエネルギーが鬼神に完全に馴染むまで今しばらくかかるでしょう。鬼神の要、制御中枢があります。エギルはそこで鬼神を制御しているはず。そこさえ破壊できれば鬼神は止まります。しかしどうやってそこまで行く。デートからじゃまたあの光線にやられちまうぜ。父様、ジャンクスの残存エネルギーは？心配ない、満タンにしといたわ。鬼神の背部は巨大な冷却ダクトになっています。人の大きさならそこを伝う熱伝達パイプから制御中枢区画へと入れる。冷却ダクトまではこのジャンクスが運びます。そいつはありがたい。もっとも一刻の猶予もないかな。なら急ごうぜ、ガドの弔い合戦だ。うん、ええ、ガドの思いは私と共にある。もう二度と引きはしないわ。それでは鬼神背部に向かう準備ができたら父様に伝えてください。私も飛行準備に取り掛かります。わかりました。おい見ろよ、あれは。時間はあまり残されていないようです。今度こそエギルを止めなければ。お願いします、シュルク。はい。なんということだ、ついに動き出してしまった。話すなよ、絶対に話すなよ。もし話したら腹筋2万回追加だからな。はい、隊長。バネアさん、
ごめんなさい。メーナス様の思いを遂げるにはあなたの体を借りるしかなかった。なのに感謝してるんです。私こうしてまたシルクたちと会えたんだもの。今メーナス様は呼びましょうか。私に気を使ってくれてるのか、普段は眠っているみたいなんです。これって不思議な感覚。一つの体に二つの心、こういう体験ってなかなかできないですよね。そう、それならいいの。心を覗けるっていうのかな。お互いの考えていることなんとなくわかるんです。でもね、ちょっと不思議なんです。心のある場所だけもやがかかっているような感じ。その部分のメイナスさんの心覗けないんですよね。当たり前かな。誰だって秘密の一つや二つありますよね。ただどれだけこの世界のことを思っているのかはすっごくよくわかる。だから私なんかでよければいくらでもこの体使ってほしい。フィオル、メーナス様は喜んでいると思います。あなたと出会えたこと。ええ、知ってます。シルク、カリアン殿下から朗報だ。連合軍の撤退が間に合ったって。被害は最小限に食い止められたらしい。そうか、よかった。各所でも鬼神の攻撃に備えて避難が始まったって。間に合えばいいけど。俺たちもな、今度ばかりは負けられねえぜ。勇者も本気だもん。今度は負けないもん。俺らも行くぜ。戦力は大いに越したことはなかろう。え、そいつは心強いや。なんだよ、ロートルジジイが参戦する気か。お前が加わると一気に空気が熱苦しくなるんだよな。てめえには言われたかねえよ。着いたようだな。みんな準備はいいか。うん、いつでも。勇者にお任せも。おいシュルク、どうした。迷うことはねえだろ。モナドは完全じゃない。今のエギルに通じるかどうか。アポなんとかってやつのことか。なもん、俺たちが力を合わせりゃなんとかなるって。少なくともさっきの戦いでエギルの戦い方の癖は分かった。二度同じ手は食わんで。中枢はアポクリファの発生器とも直結しています。
発生器を破壊できさえすれば戦いはずっと有利になります。そいつは本当か？そういうのはもっと早く言ってくれよ。おい、シュルク、聞いたか？モナドさえ全開で使えるやつだって。気になるんだ。何が？エギルは僕がザンザだと言った。鬼神界を滅ぼしたザンザだと。その言葉の意味が。そんなのお前を動揺させようとして。この前言ったよね、ビジョン最近見ないって。ああ。でも分かるんだ、意識を集中させると感覚で。その後に何が起こるのか。ビジョンも見ないで分かるってのか？またまた。ライン、君は右手で頭をかく。なんだよシュルク、冗談はやめろよ。え、何？どういう仕掛けになってんだ？気になるんだ。僕の力は鬼神界に来てから明らかに変化している。その力の変化の原因がザンザがこのモナドを使って鬼神界を滅ぼしたという話が本当なら、僕はこれを使っていてもいいものなのか。僕のやろうとしていることは正しいことなのか。シルク、あれだけモナドを自在に操っていたからてっきり大丈夫だと思っていたが、まさかお前の身に起こるとはな。本当に大丈夫なのか？そなた、アポクリファの影響下であるにもかかわらず、かなり無理をしてモナドを使っていたのではないのか？たくお前ってやつは。いいか、何度も言うけどな、なんかあったら黙ってないですぐ知らせろ。ビジョンのことだけじゃない、お前の体調も含めて全部だ。うん、ごめんライン。謝んじゃねえ、気づかなかった俺の責任だ。とにかくだ、背中は任せろって。違う。え、さあ滅ぶがよい、シルク、いやザンザよ。これはアポクリファのせいだけじゃない、まるで違う何かの力が。シルク、僕はどうなってしまうんだ。鬼神の中枢に入り込んだのはいいが、肝心のアポクリファ発生器ってのはどこにあるんだ？そうね、モナドが今の状態じゃエギルとの戦いが苦しいものになることは見えているし、何よりシュルクの体の負担も計り知れないわ。何としてでも発生器を壊さなきゃ。この先だ、シュルク。この先から抑え込まれるような圧迫感を感じる。間違いない。本当か？うん。よし行こうぜ、一定ギルの鼻を明かしてやろうぜ。やっぱりそうだ、モナドの力はアポクリファで封じられる前と変わらない。いや、以前よりも強くなったように感じられる。あの時見た巨神のモナド、このモナドと、このモナドと関係ないわけがない。だって君はもういないんだから。
なんであの夢のことが今この力がなくちゃエギルを止められない。迷っちゃダメだ。今は鬼神を何とかすることだけ考えろ。そしてもしもモナドが災いをもたらすようなら、その時はフィオルン。シルク、何考えてたの？あ、別に何も。言いたくないんだ。本当に何でもないんだよ。あのね、シルク、一人で抱え込むの辛くなったら言ってね。フィオルン、私だけじゃなくてみんなシルクと一緒のもの背負うつもりでここまで来てるんだよ。そうか、そうだよね。そう。それにあまり無理をしない。さっきのことだってあるんだから。腕大丈夫？うん、今はなんともない。平気さ。おい、どうした？何かあったのか？ううん、なんでもない。行こう。うん。シュルク、そなたは。この装置はまさか。アポクリファ8世紀です。よし、早いとこぶっ壊そうぜ。こいつをぶっ壊せばシュルクも楽になるんだろ。おそらく。むしろこの状況下でここまでモナドを使えることは奇跡に近い。だってよ。本当に大丈夫なのか？うん、大丈夫さ。まだまだいける。バネアさん、エギルは？制御中枢はここの直上。あと少しです。おい、こいつは。そんな、早すぎる。まさか。鬼神の機能が完全に回復しました。なんだって？そうよ、待たせたな、こいつ。大尉、総員大尉。やりやがったな。鬼神の攻撃だ。この感じ、巨神界のどこかにぶち当たったに違いない。そんな。急ぐぞ。こんなところでマゴマゴしていられん。はい。何？クリファーが消滅した途端に、すごいものね。やれるぜ、シルク。これならエギルだって。大丈夫か？ああ、僕なら大丈夫。急ごう、エギルを止めなくっちゃ。いい感じじゃねえか。やれるぜ、こいつは。当然だね、そうなるようになってるんだから。ふっ、ちげねえ。流れのうちにいる間はね。しかし
ここから先はわからないよ。来たか、小虫ども。エギル、今すぐ鬼神を止めるんだ。巨神界と鬼神界、必ず共存の道はある。僕たちが争う理由なんてない。私にはある。言ったはずだ。なんだ。見て、巨神界が。この鬼神のうなりは我ら同族の怨嗟の声だぞ。何人かな。この一撃で何人が潰れたか。何百人、いや何千人かもしれんな。エギル、貴様。兄様、もうやめて。このままでは巨神が再びあの悲劇を繰り返そうというの。そうなる前に立つ。我らの呪縛を、世界の全てを。メイナス様はそんなことは望んでいないわ。だから託されたのよ、自らの全てを。ザレゴトを、ホームスの小娘のうちに隠れ住むようなものはもはや我らの神ではない。そう、もはや神などいらぬ。この世界には。エギル、あなたは恋シュルクよ。残座の継承者、巨神の大工ごとその体叩き切ってくれるわ。そしてモナドを破壊する。さすればかな我らの悲願だ。叩き切れ、それがお前の願い。そうだ、これが僕の願い。こいつはフィオルンを、陛下を、僕らのふるさとを。君は君のモナドを見つけなくちゃいけない。いいのかい、それで。ちっぽけな餌じゃよ、お前たちの言うところのな。俺たちに勝つためには人殺しも辞さないってか、エギルは。エギルを悲しみの餌を手を引き下っていた。お前たちを壊し尽くすまで私は戦う。メイナスも里の人たちも皆あなたを愛していた。だからこそ共に生きていきたいと願っていた。私にはわかる。メイナスと共にある私には。違う、これは僕の願いじゃない。シルク、ダメ。兄様、なぜ手を止めた。切ればお前の悲願も達成できたろうに。忘れたよ、そんなの。忘れただと。僕らもあなた方も受けた痛みは同じだって気づいたんだ。ならあなたを切る理由は僕にはない。お前にはなくとも私にはある。知ってるよ、でも僕は切らない。今ここで私を切らなければ、いずれ私の剣がお前の同胞を切り裂くことになろう。それでもか。僕にはあなたを切ることはできない。でも
その剣を止めることぐらいはできる。あなたと分かり合えるまで何度でも。お前はそこまでモナドを使い、それでなおお前であろうとするのか。かつて鬼神界と巨神界は手を取り合い生きていた。憎しみもわだかまりもなく、互いの存在を認め合っていた。エギルよ、なぜ我々は生まれてきたのであろうな。哲学か。あいにく私はその類の問答は苦手なんだ。考えたことはないか、この世界の外には何があるのだろうと。世界の外か。メイナス様から、この世界には巨神と鬼神と、あとは尽き果てぬ海原しかないと聞いたことはあるが。その外にあるものだよ。我らはまだ幼い。創造主であり大地でもあるこの巨神と鬼神から離れて生きてはいけない。だがいつの日にか我らの血に連なる者たちが何者にもすがることなく自らの足で立ち、意志の力で外の世界へと巣立つことができたら。巣立ちか。考えたこともなかったが、それは素晴らしいものだろうな。私はな、エギル、巨神界に生まれた我らと鬼神界に生まれたお前たちと共に手を取り合って見守っていきたいのだ。我らの子たちの未来を。ああ、私もそう思うよ、アガレス。二つの世界の繁栄は未来永劫続いていくものだと誰もが皆そう思っていた。だがそこにあったのだ、モナドが。モナドは鬼神界の存在を一切認めようとはしなかった。いいな、そもそも己以外の他者の存在を認めていなかったのかもしれない。我が友アガレスはモナドに支配され残座となった。残座となったアガレスは我らにその刃を向けたのだ。教えてほしい。モナドに支配されるとは、残座になるとはどういうこと？モナドは残座であり、残座はモナドである。両者は不可分なのだ。残座は自らの魂の存続のため巨神界の生命をよりしろとする。だがお前は違うようだな。僕は違う？私にはわかる。お前はお前であろうとしている。お前ならば残座の呪縛を立てるかもしれない。それが望みだったのですね、メイナス様。残座の呪縛ってのはよくわからないけれど、今僕にできるのはこれだけさ。また手を取り合えるよね。また？そうか、そうだな。いい加減邪魔なんだよ、小僧が。